こんにちは、チーフのミラです。2月23日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は2月23日、富士山の日みたいですね。これは山梨県と静岡県、両県が定めているみたいですね。各地でいろんな、イベント行われているみたいですね。例えば川口湖美術館が入館無料、また川口湖ハーブ館がですね、先着223名にハーブティーをプレゼント等ですね、いろいろやってみたいです。さて、本日は、賃貸のですね、貸し店舗2件、売買の売り地1件、あとは賃貸のアパートですね、こちら1件入っておりますので、そちらの方ご紹介させていただきます。こちらツイートの方にですね記載されてますが、2月23日貸し店舗、吉田高校吉高前の店舗が2件焼きまして、あと土地の方はですね、富士河口町小立108坪、600万坪、 5.5 万円ですね。一つ賃貸を見てみましょう。はい、ウィステリアという物件ですね。はい、ちょっと前までね 2DK 空いてましたけれども、今回2階に LDK の空きを手出ましたね。はい、南向き、こちらですね、2階はなんとウォークインクローゼット、広めのですね収納もございます。物件敷地にはですね、駐車場、駐輪場、ゴミステーションなんかもあり、非常に便利ですよね。こちら6万2000円、4月上旬から入居可能、中見えませんので、動画等ですね、写真もありますね、そちら参考にしていただければと思います。はい、ちなみに2月24日水曜日は当社定休日、また25日は営業しておりますが、私のみですね都内の方出張しておりますので、フロンティア TV 次回の更新は26日を予定しておりますので、よろしくお願いします。では、本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。